なるべく全部が4月1日の罠にはまっていませんように、まあ、ビッサム関連ちょくちょくでできて、地味にトロンが、まあ、日本の IP 関連特にダップなんか含めて、まあ、ギャンブルなんか規制を、まあ、ケッチン排除していくっていうのは日本サイドから何かあればあったのかなって、4月1日じゃなければ。それとは別に韓国関連やはりその新技術関連に関した投資なんか含めて、まあ、スマートシティかヒュンダイの自動運転リフト含めて、うん、まあここは月曜日や日曜日問わずこの手の話私は本当ポンポン出てくるので、あんまり曜日とか正月とかボンとかなんか関係ないよな。逆に一郎引退とかああいうニュースを取り上げるのもなんか嫌っとるのかわからんけど、まあいい意味でさすがだよな。はい、2019年4月1日本日ピックアップしたニュースの紹介。まずは韓国政府がスマート道路証明プラットフォーム開発のために2023年までに260ウォン投資計画ですよ。日本円換算でざく26億円ですね。内容は道路なんかに建てられている街頭センサーを取り付けて、そこから収集した道路情報を車両や道路施設などに伝達するスマート街頭システムを開発するとのことで、要はあれですよね、街頭がセンサーになって情報通信技術 ICT を利用して、まあ、車両や歩行者なんかスマートフォンなんかでまあ共有して交通事故なんか減らし交通の流れを改善していく狙いですよ。交通事故や道路渋滞、交通量の増加に減少、落下物や速度追跡、車両の移動方向、まあほぼ言っとることはあれなんですかね、さすがに夢物語っぽいというか、街灯に要はセンサーを設けて、それで通る人や車、まあ、全てのものを識別して認識し判断し情報収集し、そして共有していこうという狙いですよということで、このスマートシティ関連、まあこれも一緒なんですが、これはどんなもんでしょう。5年はちょっとあれかな、10年ぐらいあれかな、して少しでもここら辺が導入してくるともうほんとドラえもん世界になっていくよなって。結構この街頭システムって夢物語に思えるんですけど、このシンガポールとかなんかのこの街頭の AI を識別顔なんか含めた開発しとるところがあって、そこら辺の開発技術見るとあながちこうやって計画するのも夢物語じゃないよなと思わせる部分あるんですよ。まあでも個人的な感覚で10年ぐらいは時間が欲しいのかなって。どっか先行した都市がどこでも成功例を出してみるとそこら辺を真似て他の国が追随できるっていうメリットがあるので、どこかがあれですよね、出し抜ける国があるといいかなって。まあそこが韓国になれば幸いですけどね。ということで次、まあこれも韓国のスマートシティ関連絡みで、科学技術情報が明日から来月の2日まで公共分野におけるインテリジェントデバイスの開発とパイロットに参加する中小企業を募集すると発表しましたよと。これも似たようなところで、夜間の歩行者が歩く際の交通事故や、まあ、産業現場なんかの有毒ガスなど大気汚染含めたところを防いで改善していきたいっていうところで、先ほどのあれですよね、街頭センサーに類似する部分ありますよね。この事業の開発課題として、まあ、夜中や雨が降るとき、まあ、視野や路面悪い時にドライバーに方向者を知らせるスマート横断歩道、まあ、それから心拍数や血圧など測定して高齢者の健康状態なんかの向上を監視する機器開発、太陽光関連のインテリジェンスの監視システム、まあ、有毒ガス、まあ、大気汚染なんか含めたところの、まあ、特に韓国なんかで問題になっているのを分析して作業者に知らせる密閉地域作業安全管理システム、まあ、家畜なんかの感染症病、まあ、日本でもあれですよね、トンコレなんかあるところ、そのあたりの感染システム、さらには地域の水質などなんかの大気環境モニタリングシステムと6つの開発を課題にしていますよと。それでこの6つの分野を5月初めに選別して計10億ウォンほど投資しますよと。日本円換算で1億円ぐらいですか。去年は3つの課題に3億ウォン、3000万円ほどですか、を投資したそうです。要は公募ってことですよね。でもこれ韓国の本当に再三言ってますけど、科学情報関連なんかこの公募じゃないけど民間企業、一般の技術者とか集うっていうのがこれは賢いですよね。自分たちでやらずグルでやるっていうところが、まあ、このあたりは仮想通貨取引所ビッサム関連の記者なんかも含めて、まあ、後にも言及しますというところで飛んでいきます。次、アメリカの地質調査 USGS がサンタエレナ北27キロのエクアドル海岸にマグニチュード 6.2 の地震が発生したと報告していますよと。震源は 18.5 キロほどで、震源地100キロ以内に住んでいる人が約150万人ほどですと。まあ特にそれ以外で損害や怪我があったとかの
報告は現時点ではありませんよと。はい、次。これなんか地味に行きたかったっすねっていうのが、オランダのアムステルダムで、まあ俗に言うバイスン地区の見物ツアーを来年の1月1日から禁止すると発表しましたよと。この手のところってどうしても好奇心で行かなくても見に来る人は多いですよね。日本で言うとこういう風俗街であれば金津園とかか、海外で言うとタイのゴーゴーとかあの辺りですよね、パタヤとか。ここら辺もそんなに必要悪魔ではないけど、まあ子孫繁栄とかに必要だから、まあそうやってなんか綺麗事言ってますけど、もう少しなんかうまいやり方で観光的にアピールしていけると、どの国も外国人誘致につながっていくよなって。日本でも別にあれですもんね、極端に言うと金津とかああいう東京の方とか、あれ人気あるとまでは言わんけど、興味あって海外から来たい人もおると思うんですよ。日本人が逆の発想するから、そこら辺をうまくなんか来てもらえるように、ぼったくりとかなんか詐欺とか危険なこととか、なんか本当に美味しいお店みたいに訪れてもらえるシステムを全国的になんか構築していけると、ここら辺はいい意味でいい感じになっていくかな。異国の文化ってまあやっぱ興味あると思うんですけどね、食事であれ建物であれ、なんか服装であれ、そしてまあこういうねというところもあれというところで、はい、次。今週明日からですね、アラブ海で ICAO のブロックチェーンサミット開催し、約90カ国から800人以上が参加しますよ。このサミットは UAE の民間航空機関に GCAA 国際民間航空機関の共催ですよと。まあこの開催チケットが おいくら万十万円するのかわからんですけど、なんか内容的に少しでも目新しい技術が、まあ、このサミット内で開発なり発表なりあるといいよなというところで、はい、次。サイクロンで被害に遭っているモザンピークとジンバブエにドバイからの救援物資を配達していますよと。まあ、写真にちょろちょろ写る通りにこんな感じで救援物資を送って、まあ、中にはマットや毛布、テント、バケツ、キッチンセット、ソーラーランプなど、まあ生活必需品を送っていますと。これとは別に消えた記事で、この辺りの感染症予防に中国から予防のための薬をまきに行ったって記事もあったんですけど、まあもう内部だけの国問題では対処できず、やはりこの諸外国が、うん、応援していい感じだよな。金があるからできるとか、大きい国だからできるとか、そういう問題ではなくて、やはりあれですもんね、困った時はお互い様だから。特に単純な強烈すぎるサイクロンだけでなくて、その後の感染症の方が大きな問題になってきとるし、生活必需品なんかも不足して、なかなか供給が間に合わんっていう部分もあるから、まあ日本なんかでこれ地味に取り上げられてないですけど、まあ結構大きい動きだよなって。日本でいうと広島とかで大雨あった時でもバイナンスを送ってくれとるし、まあ巨額の仮想通貨に関連して日本円で買えれるようにっていうね、まあほんとこうやって、うん、綺麗事じゃないけど、ほんとなんかまあ協力して困った時はというところで、うん、助け合いたいですよねというところで、はい、次。4月1日エイプリルフールなんで本当かって思わせる記事なんですけど、 APT 攻撃の被害を受けて約7億9000万ドル相当の USDT テザー換算、ハックが発生した時の価格計算の損失が発生した仮想通貨取引所ドラゴンエクスチェンジが、影響を受けたユーザーに対して保証するために取引所が1対1の比率で約7000万ドル相当のトークンドラゴンバンド DB を発行しますよって。これまあ後にキャンセルっていう情報は出て、それも一緒に追記するんですけど、とりあえずこの時点としてはユーザーの損失をこの独自トークンで補填していこうという狙いですと。これ本当に関連見直しましたよね、本当エイプリルフールじゃねえかということで。日本なんかは結構そういうニュースが多くても、4月1日だけは本当に日本のニュースなんかも関わらんというか、まあ、元から関わらないようにしとるんですけど、もう新人ようにしとる。見てもなんか時間の無駄すぎるもんで、まあこれもどうなんかなと思うんですけど、まあこれは後にも続きますということで、はい、その次。コインネスの韓国バージョンの、これが昨日の夜10時55分ですね。多分日本とそれほど差がないから、まあそのまま受け止めていいと思います。先ほどの損害保証案を発表した中国系の仮想通貨取引所ドラゴンエクスチェンジが保証案を全面解除すると発表していますよ。やっぱこれエプリフールじゃねえかと思わせますけど、で新しい代替案としての保証はできるだけ早く用意する方針ですよと。そんなハック受けたところがなかなか保証できるっていうのは、日本のコインチェックぐらいですもんね。あそこはあるところに含めたところの
取引手数料が 10% 近くあるような変動相場制で不透明な部分があったところの利ざやがあったから、あれだけ何百億をポンと払えた。ただ現金を用意するのに時間がかかったということですけど、常識的にあれですよね、ハック受けてそれだけの保証額をすぐ出せる、特にトークンに変えてもっていうのはなかなか難しいですよね。クリプトピアとか見たってそうですもんね。それができるんだったらもうそんなハック受けんし、逆にそのお金をバイナンスみたいにハッカーを見つけたら報奨金払うみたいな逆のシステムを利用しますわね。あのハッカー予備に対する投資っていうところで、再三言う通りこのコインネスの韓国めっちゃ情報早いんですけど、あのリンクとこれ例えば発表したなら、このドラゴンエクスチェンジの公式発表とかツイッターでもどこでもいいから、そこら辺だけが欲しいよなんて、その裏が取れんで、信用はしとるのでしとるんですけどというところで、4月1日じゃないことを祈る限りで。はい、次、フォックストロートアルファがモスクワ航空研究所で開発したドローンを公開しましたよ。この開発した装置は、飛行機の悪夢なんかと呼ばれて、イノシシなんかをここで狩りできるショットガンなんかを武装したんですよ。下の方行くと YouTube の3分ぐらいの動画があって、航空時間が約40分ほどできて、この見た目の通りあんな感じでそのままスポーッと下へ着陸するんですよ。いろいろ本当開発するよなってとこで、飛んどる姿は小さいんですけど、置いてくると結構な見た目あって地味だけど本当面白いことやっとるよな。で、ただいい方向には利用して、あんまりなんか悪用みたいな、破壊する攻撃はやめてほしいですね。守ったりなんか秩序を保つとかそういう攻撃とは言わんけど、防衛ぐらいはまだあれです。あんまり変な風には利用しないでくださいというところで。はい、次、ジョージア州のアトランタで3月31日に開催したアメリカのがん研究学会AACR 年次総会の口頭発表で、神経膠芽種のワクチンを開発し腫瘍の再発が遅くなりましたよと。なんか地味にこれすごいことやってるんですけど、この研究者たちがこのがんワクチン IGV-001 利用して新たに診断した多原性膠芽種患者33人を治療した結果、同じ施設で標準の治療を受けた患者と比べて比較すると、無増悪性生存期間および全生存期間が改善されたことを証明しましたよと。めっちゃ専門用語ばっかでくっそ難しいんですけど、とりあえず30人強ぐらいを既存治療とこの新規開発したワクチン治療とで比較しとるというところで、結果が出たというところで、口頭発表ですけど効果はあったんだよなというところで、ここら辺のがんとかが本当に 100% じゃないけど7割ぐらい、特に生存低下につながるような致命的な類を改善してくれると、ものすごいあれですよね、人類的に生存期間が伸びすぎる生き方すると、これまでのなんか生活環境とか生き方あり方っていうのがなんかターニングポイントを迎えるような、いい意味でなんか人生にゆとりが出ますもん。なかなか普通の生活で自分の体がどうのこうのとか長生きとかはあんま考えないと思うんですけど、逆にこの研究的には面白いですよね。別に人体実験を楽しんどるわけじゃないけど、今まで解明されてない未知の分野を様々な手法によってなんか良くなっていくっていうの、改善過程、改善結果、これは体とか医学だけじゃなくてブロックチェーンや AI、 自動運転とか全てですかね。そういうとこなんか変に楽しんどる自分がおるんですかね。もうほんとここら辺も少しずつ、自分の知識として勉強していく限りということで、間違っても発言していきましょうというところで。はい、次、ツイッターは一応著作権がいいということなんでこんな感じで利用しとるんですけど、開発者であり研究者であるフレックスフェイスが香港のビットコイン ATM でライトニングネットワークしたトランザクションを公開しましたよ。ここに流れ取ったのがさっきはある通り、多分こういうマニアックなのって多分みんな興奮しんと思うんですけど、要はビットコインとか仮想通貨含めた課題ってやっぱあれですよね、トランザクション速度にさらにそれを保証するセキュリティですもんね。早くて安全なら、もう既存の送信分野を置き換えていけるというのがあるので、さらに今ここら辺の ATM なんか利用しなくても、スマホアプリとか極端に言うともう Bluetooth、 またはこれから現れるだろうその次の次世代通信ソリューションで解決しけると、本当になんか楽しいよなって。なかなかあれですよね、これはツボる人は少ないと思うんですけど、自分的にはかなりツボっとんですけど、ね、はい、次、トロン財団が昨日付でブログ記事を公開し、ギャンブル関連のダップスに関しての説明を加えましたよと。内容としては日本ベースにするユーザーにギャンブル関連の分散型アプリケーションダップにアクセスできないようにと明言し、トロンは日本の規制によってユーザーがオンラインギャンブルのウェブサイトやアプリにアクセスして
使用することを禁止していると説明していますよ。まあ、さらにトロンプラットフォームでギャンブル関連のダップ開発しているプログラマーに対してギャンブルアプリを日本語で使用することを控えるべきと提案していますと。そしてトロン財団はトロンベースのダップが日本の法律や規制に違反した場合日本政府と協力して必要な支援をすると発言していますよ。まあ、要は日本関連の、まあ、日本語関連 IP なんか含めたところ、まあ、遮断遠ざける関わらないみたいなことを、まあ、明言したということですよね。規制が厳しいから関わるメリットはないんでしょうね。そこまでして日本ユーザーを取り込むというのは、もともと英語を使う国じゃないから言語の意思疎通もなかなか遠いですし、特にトロンボスに関しては英語だけじゃなくてどっちかというと中国語の方が強いから、わざわざユーザー数の少ない日本語に変換して取り込むという必要のメリットがないですもんね。まあ、逆にこれなんか表には出てないですけど、なんか日本からとかのお咎めがあったのか、なんかあれなんかなと。バイナンスも最初は日本語関連の翻訳を増やしとったんですけど、やはり日本の規制が厳しくなったというか、その海外取引所なんかも規制するような方針になってた時に日本語翻訳をもう消してったんですよ、マルタに移動する前に。それからだんだん海外取引所が日本語翻訳をほぼ入れんようになった。日本円 JPY なんかの扱いもほぼ減らし、口座開設なんかも厳しくするとか、極端に言うとカットしちゃうとかってのもありましたね。こうやって結構日本語関連がなんかこの英語関連含めた海外マーケットからなんか頓挫されていくと、本当に島国でなんかポツンとしていく状況も想像できるよなと。別にギャンブルダップがやりたいとかトロン関連でアクセスしたかどうの方のより、だって言い方やんわり言うと、ああいうテロ国とか入国して欲しくない国とかみたいをやんわりとあれですもんね、入国審査しとるようなもんですもんね。これは初めてで意外だったよなって。まあ4月1日じゃないことを祈りますけど。はい、次。まあこれは完全ギャグで懐かしいんじゃないかなというのが、世代的にどうでしょう。30代とかぐらいだと結構知ってる人多いんじゃないですかね。昔あった SNK のサムライスピリッツのゲームをアメリカボストンで開催したゲームショー2019でサムライスピリッツネオジオコレクションを公開しましたよ。まあ、90年代に人気あった SNK の代表的な対戦格闘ゲームで、まあ、サムライスピリッツシリーズなんかをいろいろ集めたパッケージにしたゲームですよと。まあ、画面から見える画像の通りドットの荒さとなんか昔チックな映像は今のあれですよね、 PS とか任天堂とかから想像できんようななんかあれですよね、色の悪さというかあれですけど、まあまあこれは完全に好みで上げたというところで、地味にこのネオジオシリーズのあれってSNK なんて、これ韓国とかで地味にやっとるんですよ、開発だけじゃないけど。 SNK はブロックチェーン関連も手掛けとって、まあそこら辺から注目しとったっていうのもあるんですけどね。はい、次。金曜日の北京交通印鑑ウェブサイト声明によると、中国北京では8社から54台の自動運転車両約15万キロメートルほどの走行テストが行われていますよと。ただこのレポートによると、行った約15万キロメートルのうち14万キロメートルほどがもうバイドゥほぼ独壇場というところで、まあ、他にはテンセントやディディがあるんですが、やはりもうこの分野に関しては突出しとるよなって。まあアポロなんかも含めて、それはいろんなところへ公式開発商品をリリースしとるというところはやっぱりあれですよね。現状でもあれですもんね、やっぱ自動運転絡みって結局ポッと出たところがいきなりなんか高性能かつ安全性高い自動運転車をリリースできるわけでなく、結局国や州自治体、この場合で言うと中国で言うとバイドゥが北京とかウェイモとかは、要は州とかから公式ライセンス受けてテストをした走行時間、走行距離、そこら辺にもうほぼ技術が比例してますもんね。だから要は庭先でラジコン動かしとっても環境が違うから、やっぱ公共の場、できるだけ実際に走る状況に近いシミュレーションを行った回数時間が多い企業、多い車両、多い開発団体、多い研究者、そのあたりがやはり成果を上げているとかもろ出てますもんね。学習時間じゃないけどあれですよね、1万時間とかって言われるのと、まあ、類似するようなところが現状は本当自動運転に関しては露骨に現れてるんだなって。なんかすごい裏技とかワープするテクニックとか
バグとかチートコードがなかなか通用してない。だから韓国はあれですね、あれだけ公式テストが足りんという意味がよくわかりますよねというところで、そんな感じで、はい、次って言って、韓国のヒュンダイが地味に面白いの開発してるんですけど、韓国の建設機メーカーヒュンダイコンストラクトエクイプメントコーポレーションが無人運転のフォークリフトを販売すると発表しましたよ。これリモートコントロール機能を備えて、まあ、経路の選択なんかや障害物回避などのまあいろいろな面白そうな機能がいくつか備えられていますよと。例で言うと、これ下の方をスクロールしていくと写真もあるんですけど、さすがにまあ著作権的にそこまではできんということで、例えばパレットなんかの上に荷物が乗っとって、そこに爪を刺してすくいたいんですけど、この自動運転フォークリフトはそこの商品の位置検出して、まあ事前設定したプログラムの元で指定された場所に商品運べますよという謳い文句なんですよ。まあ、ヒュンダイサイドとしては、この自動運転フォークリフトがまあ構造の作業や物流なんか、無人運転倉庫としての処理速度を上げると発言していますと。まあ、どこかは引用元もなく、ただの数字なんですけど、まあ、業界データによると、自動運転マーケットは特にこのまあリフトとか重機に関して、まあ、昨年18億6000万ドルに達して、2023年には27.4 億ドルほどに成長すると予測されていますよ。見た目は本当あれですわね。市場なんかにある、回線市場とかにある工場よりどっちが楽かというと、狭い範囲なんかでくるくる回って旋回するようなミニチックなリフトをパレットなんかすくってやっとるとかあるんですけど、そうだね。これ自動化にした方がいいですわね。人間がやった方が結構下手くそやると爪差し間違えてボコンとやるし、商品じゃないけど、プラパレでも傷つけるのがあるし、逆に前に進みすぎて荷台に当たるとかいろいろもあるし、そこら辺もあれですよね。機械制御できた方が、自分がおった頃で電気化リフトまで進んで充電して全く の電池だけで、バッテリー電源だけで丸1日は動ける仕様までは来とったんですかね。音が静かすぎて逆に怖いぐらい。力がないっていう難点だけありましたね、同じ排気量車と比べて。ただ電気だけで動きますし、メンテナンスも別に使用終わったら充電して、まあ、翌日までそのままほかっとくってだけで、別になんか変なガスが出るとかそれによって爆発っていうのはなかったですし、定期メンテも楽ですし、別にタイヤがそれに関して高いとか交換部品が高いとか、バッテリーだって別にそんなすぐ消耗するっていうのはなかったですから、使い勝手は良かったですよ。細かいセンサーとかついとって、ヒーターとかいろいろありましたし、だからここら辺の物流研究絡みも、だんだんこんな感じで無人化して、まあ本当リモートコントロール、本当外から見て操縦できるラジコン感覚になるんじゃ、想像できるよなって、期待していますよってとこで、はい、次。ベネズエラニコラス・マドロ大統領が電力供給のための30日間計画を制定したと発表しましたよと。まあ、国民に対して30日間の合理的なエネルギー使用や供給なんかを提供すると発言しましたということで、まああれですよね、デモがあった通り、それあんだけあれですよね、怒りたくなる、まあ無駄なのは分かるんですけど、生産効率は悪いのは分かるんですけど、気持ちも分かるんで、さすがにそこら辺を対策して、まあ、発言コメントに至ったんだろうなって。だってこれ本日付なんですけども、停電によって結局学校なんかの授業中止や、まあ、学校の授業はあれですよね、みんな中止して嬉しいと思う子はまあ多いと思うんですけど、それでもそれで営業できるんじゃよっぽどですね。これから連鎖してって、この公共や民間機関なんか2時までしか、お昼ですよ、営業日しないとか、そんなにあれの電力供給できんってよっぽどですよね。だって北海道なんかであった一極集中してる火力発電とか、ああいうところを完全に撃ち落としたようなあれですよ。あれ、あんな規模じゃないですもんね、こんな営業できんとか言ってるなんて。それもこんな1ヶ月も経たんうちに立て続けに何件も起こって、それも外部なのか内部なのか、自分たちの薬年劣化による管理不足なのか、スーパーサイバーなのか、全くなんか見当もついてない状況で、一番じわじわなんかボディーブローみたいに痛めつけられるやり方ですわね。本当に地味にでかいですよね、電気が届かないっていうのは。暗いとかよりもやはり病院施設とかそのあたりが現にこれでやっぱ亡くなっちゃう人おるんだから、これがなければ防げた問題ですもんね。それもソーラーパネルとかで補えるレベルじゃないから、まあ本当別の意味でカオスはまだまだ続きますよねというところで、はい、次。いや、これ割とというかかなりコインチェックやったなというのが、 OTC サービスのリリースを発表しましたよ。対象仮想通貨はビットコインのみで、さらに取引時間がウェーブ上で平日の朝10時からお昼3時までと、まあ期間限定なんですけど、まあ OTC 対応したのはかなりあれなんだ、進歩だよなと。さあ、注意点はいろいろあって、他の仮想通貨に関しての対応は検討中、時間外の売買は
対象となりませんと。でコインチェックアプリ利用したり API 利用した売買も対象外ですと。で取引時の価格は公表せずに時間は全て日本時間表記ですと。だからあくまであれですよね、日本国内向け、さらに日本人向けですよね。まず外国人で日本でこのコインチェックの口座開設まで至るというのは多分難しいと思いますから、そこまでする必要がないですしね。ただこれ随分仕掛けたよなって。一番の難点はやはり日本人向けでしかないというところで、ここら辺を英語圏内へマーケット持ってくると OTC を、まあそれが多分日本の法的に難しい部分はもちろんあるはあるよなっていうか、けど日本人だけでやはりここら辺はあれさね、サービス導入は、いい一方、生産高として拡大がちょっと難しいかなと。まあまあでもいずれにせよかなりというかすごい進歩というところで。はい、次。韓国の金融サービスをイノベーション的に改革する金融規制サンドボックス制度において、金融委員会が事前審査した105件のうち19件を優先審査の対象に選別し、今月中に処理するという方針を発表しましたよ。なのにこの規制サンドボックスの中の優先審査対象の中にブロックチェーンを取り入れた金融サービスがあるってことですよね。今回のやっぱ一番の目玉で、この記事はもちろんそれを挙げているから、それを目当てで言及した限りですと。銀行なんかに類似した海外取引だけでなく、ブロックチェーン利用した非上場株式の取引を狙ったプラットフォームってなんだけど、そこら辺はあれですね、賢かったかなって。韓国ってなんか結構新技術に前向きで、特に科学情報とか基礎とか含めて投資なり新規開発着手、前向きな動きものすごいスピードでやったんですけど、あの海外送金、特に銀行だけは潰さないっていう姿勢、いや銀行を置き換えるサービス、まあブロックチェーンなんか利用してはもちろんちょっとアンニュイな部分はあるんですけど、送金速度とか明らかに速いし、ちょっとでも強引に着手していけば進める分野だなと思ったんですけど、そこだけはなかなかゴーサイン出さんところで、規制サンドボックスはその絡みはちょっと前でも結構蹴っ飛ばされとって、先延ばしじゃないけど検討するとかなんか言って結構うやむやになっとる部分はあるよなというところで、ブロックチェーンサービスを利用した規制サンドボックス導入な日本でもあるから、やはりそこの銀行関連に置き換わる金融サービス、特に国をまたいだクロスボーダー国際取引関連に選別、まあ優先して受け入れる、まあ緩和するっていうところに着手していけると、割となんかこのタイトル通りというか、このイノベーション金融制度じゃないけど、まあそこら辺の類似する開発研究になっていくかなって。あんまり嘘くさいようなアコギのやつはなかなかあれですよね、難しいですよね。この点では日本の方がわりかし緩いかなと思ったんですけど、実際に承認されてるのは日本ではありますしね。韓国のここら辺のわりかし慎重ではないけど、なんか恐れとるというか、ここだけはなんか崩さない姿勢があるよなって、感じている限りで。はい、次。地味にこれでかいんですけど、セキュリティ会社のベオシンが本日付 UTC 時間で夜中の3時46分からハッカーが EOS ベースのギャンブルダップ、ポーカー EOS 攻撃していることを確認しましたよと。記事内ではそれだけにとどまって、 EOS がどんだけやられたとか、取引所へ転送したとか、攻撃方法が何であるかとか、まあ、そこら辺はなく、ただ時間とやられたダップのリサーチのみに終始していますと。まあこれはこういうのが逆にあれですよね、4月1日だといいよなって。はい、まあそんな感じで次。スイス証券取引所のシックスグループが公式ホームページ通して、本日リップルベースの上場投資商品 ETP エクスチェンジトレードプロダクトの頭文字での略ですねを上場すると発表しましたよ。 ETP 商品名はアメンリップル XRP、 頭文字略すと ETPXRPETP ですよと。こんだけリップルもあれですよね、金融商品使われたり国際送金なんか、まあ、IBM を現れてちょっとライバルが出てきましたけど、 SWIFT ぐらいだったらまあ上回るぐらいのサービス内容は誇っとって、まあ、サンタンデール含めた世界銀行なり機関など国際送金利用したりしとる一方、なかなかですね、この価格にほんと3ヶ月ぐらい、今年なんかも全然レンジでもうほんとそば見とんの嫌になるぐらいの動きで、まあこれでもなかなか多分相場営業しないだろうな。ただやはり国際送金含めた信用性、速さ、まあ軽さ、扱いやすさ、そこら辺がやっぱ優遇されて時価総額3位っていうのもありますし、まあ金融商品としての利用に関しては増えていくようになって、素直に使いやすいは使いやすいですしね。ビットコインなんかより袋目はよっぽど、優れてますよというところで、
この分野だけに関しては。はい、次はオーラス。韓国インターネット振興院 KISA、 頭文字ですね、 KISA が、まあ、最近ハック発生した韓国仮想通貨取引所 BISAM の関連について、外部のハック可能性を完全に排除することができないと診断しましたよ。これは多分 BISAM が当局なんかへ連絡したのと続いて、キサの関係者がビッサム申告について現場到着して確認して原因特定する点は出ておらず、外部からの侵入の痕跡は発見されていないとし、ビッサム側インサイダー犯行という、まあ、疑いを現在は可能性が高いと考えている一方、現在明らかになった状況だけでは外部ハックを完全に排除するのは難しいとコメントしていますと。でさらにこの記事における関係者筋の話として、ビッサム側から確保したデータと記録が膨大であるので分析するのに相当の時間かかり、単純にビッサム関連の内部インサイダー犯行に限定することができないと説明しましたと。これが本日14時51分の記事で、現在時間が日本時間で4時半、拾っていたのが3時20分ぐらいですかね。やっぱ仕事早いよなって。ただリンクとか欲しいですけど、ただ見解としては類似しますわね。その外部からの、まあ、侵入したっていう跡がないから、ビッサムサイドは内部ってそこからまあ推測せざるを得んとか、まあ自分でも多分そう思いますわね。外部ないなら内部じゃねえのみたいな。ただまあ当局側記者とかにしてはそこら辺は単純にあっちの可能性が0っぽいからこっちの可能性が100っぽいということは言えず、とりあえずデータなんかまあ含めて分析してから立場上言わんと、後からなかなかポンポン覆すと情報で混乱させるってあれですかね。取引所だけでなく EOS とか含めた財団なんかその他もろもろ悪い意味での影響を与えるから、まあ、そこら辺は慎重に言っとるというのはまあ当然の姿勢だよなと。ただやはり記者に関して相変わらずやっぱ仕事は早いと。これは本当ここがなんか取引所の見本を見せてくれた方がいいんじゃねえかで前々から言っとるんですけどね。まあそんな感じで毎度毎度少ない月曜日さらっときましたけど、まあ、ビッサム関連ちょくちょく出てきて、地味にトロンが、まあ、日本の IP 関連特にダップなんか含めて、まあ、ギャンブルなんか規制を、まあ、ケッチン排除していくっていうのは日本サイドからなんかあればあったのかなって、4月1日じゃなければ。それとは別に韓国関連やはりその新技術関連に関した投資なんか含めて、まあ、スマートシティかヒュンダイの自動運転リフト含めて、うん、まあここは月曜日や日曜日問わずこの手の話は本当ポンポン出てくるので、あんまり曜日とか正月とかボンとかなんか関係ないよな。逆に一郎引退とかああいうニュースを取り上げるのもなんか嫌っとるのかわからんけど、まあいい意味でさすがだよな。で全く別のとこに移るとモザンピークなんかのサイクロンに対する支援なんかももう諸外国さすがだよな。金があるとかないとか国がでかいとか小さいとかそんなことは全く関係なくて、まあ最後に言うとまた4月1日なんかなってなるのがドラゴンエクスチェンジの保証出してキャンセルしてなんか記事引用リンクなくてどうなんかなって、なんか本日はだからあんまり言及するのを避けたかったんですよ。特に日本記事はまず引っかかるだろうなっていうのがもう毎年見て取れとるから、海外だとそこら辺のあれは下の方に書くか、あえてそういう記事を作るならバズフィートとかならまずやると思うんですけどね。あそこはだからもう関わらないようにして、まあ、多分そういうのはないよなと一応現時点を思って、結構慎重には上げて、まあなんか臭そうなのは全部蹴っ飛ばした限りなんですけど、とまあそんな感じで以上2019年4月1日本日ピックアップしたニュースの紹介でした。なるべく全部が4月1日の罠にはまっていませんように。はい、そんな感じで終わり。